今度はそっち塞いでるのね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速ゆめみの館へ。いらっしゃいませ、リラクゼーションサロンゆめみの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は秋の終わりをたっぷり詰め込んだめめめめめめ村に行ってみたいと思います。目が多い。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる？もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢を踊りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでめめめめめめ村に出発。めめめめめめ村に到着。3種類ぐらいあるんかな、着替え。夢の世界へようこそ。あなたは今、めめめめめめめという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたい時は、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、都のめめめめめめの世界をご堪能遊ばせ。目が6個ね。ん ?3 種類ん違うな。4種類シャツワンピース。ベスト付きワイシャツ。チョッキ付きワイシャツ。リボンのブラウス。リボンのブラウスってどんな感じやったっけ？まあ、とりあえず、下と組み合わせるのか。カウボーイパンツ。間違えた。と、ベルト付きシューズ。ベレー帽。グレーのレギンス。レトロなメガネ。この辺はちょっとランダムでいこう。これ。吹き出し花火。なぜ？コーヒーとかじゃないのね。はい、それじゃあお着替え。そして吹き出し花火。イエーイ、こんな感じで。あ、なんか吹き出し花火がさ、いい感じに、ちょっとなんか画家さんみたいじゃない？え、超画家さんみたいじゃない？ちょ、ハニワくん危ないよ。あ、これここでなくなるやつやない。はい、なくなったー。はい、なくなったー。なんか一軒だけ離れたとこにあるね。ちょ、待って。はい、一軒目のお家は、ここだね。村長さんの家かな、もしかして。ん？違うか？あー、すごい、落ち葉や、落ち葉。ほら。いいね。なんかこう、なかなかね、なんて言うんやろ。現実で最近ちょっと秋を感じるようなものがなくなってきたというか、紅葉を見ることがなくなってきたけにさ、ちょ新鮮な感じする。お邪魔します。パン屋さんやパン屋さん。え、パン屋さんではないんかな。普通に自家製パンって感じか。売ってるわけではないんやね。なるほど。お店ではない。まあ、お店ではないかもしれんけど、自分家でパン焼くってめっちゃいいやん。いいね。私あの友達が自分家でメロンパン焼いたりとかしよったけど、めっちゃ美味しかった。うん、もちろん食べたよ。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側はなんかちょっと、シンプルというか、乱雑というか。え、なに？荒れてない？大丈夫？なんか、ちょっと荒れとるだけかと思ったけど、服とかシミだらけ。むしろカビじゃね？大丈夫？どうした？時計も直そう。なんか傾いとるよ。ソファーも、ソファーは継ぎはぎになっとるってことは一応直してはいるのか？テーブルクロスも。なに？どうした？リビング綺麗なのに。あれかな？こう、来客に見える部分は綺麗にしてる的な感じかな。はい、それじゃあ右側の部屋へ。あ、こっちは綺麗。こっちは、寝室兼書斎って感じかな。向こうは何の部屋なんやろ。何なんやろ。仕事部屋も、まあ、綺麗ということよね。さっきのあの荒れた部屋は一体、なんだかほんの少し闇を感じる。
はい、それじゃあ2階へ。なぜこれが、なぜこれが置かれているの？私が苦手としている、これちょっと音を聞いただけでちょっと鳥肌が立つね。ホラー村とかによくあるよね。じゃあ靴下脱ぎっぱなしじゃねえか。こうなんか整った感じやのに靴下脱ぎっぱなしやし、上着もちょっとぐちゃってなってるし、ちゃんとして。ちゃんとして。本すごい好きなんやね。勉強熱心なんかな。でもって、ここにもベッドがあるんよね。家族で住んどるってことかな、一応。ここはきっと夫婦の寝室。で、一階右のところはきっと仕事で疲れた時に、まあ、父親が部屋にこもって仕事をする時とかは、夫婦一緒じゃなくてちょっと別になってしまうとか。はい、そして地下は、水が出しっぱなしだぞ。なんかちょっと秘密基地っぽい雰囲気。ね。ちょ、なんか音楽が愉快な感じやけど。ちょっと秘密基地っぽくない？ね、こうなんか若干薄暗い。でもやっぱりなんか本はびっしりあるんやね。家族全員本が好きとかそういう感じかな。なんかこういうところで、秘密の話し合いとか行われてそう。悪い奴らが計画とか練ってそうじゃない、ああいうところで。あ、いたわ。いたいた。めめさん、村長さんやね。おやすみなさい。あ、おやすみなさい。ちなみにこのめめめめめめ村は、秋の終わりをたっぷり詰め込んで、このまんま冬眠に入るらしいです。多分、あれじゃないかな。もうこの後は更新しないという意味かな。そしてあっち、上の方にね、残り3軒が密集しているんだな。はい、こっち。この辺がまあなんか住宅街みたいな感じか。はい、これが2軒目のお家。お邪魔します。なんか入り口入ってすぐにキッチン。面白い感じやね。そしてここ、ちょっと奥まったところで座って読書を楽しむと。やっぱあれか、秋がぎゅっと詰め込まれとるっていうだけあって、みんなこう読書の秋を楽しみよるわけやね。私は完璧に食欲の秋なんだけども。ほら、タケノコとかも。タケノコってあれよね、秋の食材やったよね、確か。あゆなは勘違いしているようですが、タケノコは春の食材です。おう、ここも。2階はなんかちょっとおしゃれなカフェっぽい感じやけど、こういうところでちょっとお話ししたりね、いい感じだわ。なんか私このフクロウの時計めっちゃ可愛くって好きなんやけどさ、なんか自分も普通に家に飾ったりとかしとんやけど、でも多分現実で夜中とか起きてこれが目に入ったらちょっと怖いよね。と、今ちょっと思った。お家の人がいらっしゃらなかったぞ。あ、いたわ。探偵棒みたいなの見えた。レレさん、おやすみなさい。もうみんな冬眠に入る気満々だな。はい、そして3軒目。ちょっと大きめの家。お家の人は？中か、今度は。今度こそ中か？よし、お邪魔します。お、本がいっぱい。そしてカフェなんかな、ここは。うお、びっくりした。ちょっとした、うわ、びっくりした、そんなところにいたの。ねねさん、おやすみなさい。みんなもうおやすみなさい。なるほど。
ここでちょっとケーキ食べたりお茶したりとかしながら本を読むと。はい、左のお部屋へ。左はお風呂や、お風呂。お風呂上がりにこういうね、ガウンを着て過ごすっていうのは、あれなの？みんな裸の上にこれを着るの？まあそりゃそうか。それでバスタオル代わりってことやもんね。え、風邪ひかない？めっちゃ暖房ガンガンとかかな。はい、そしてそっちに行きたいんだけど、先に2階へ行こうか。あ、2階はなんかめっちゃ相談しよる。え、めっちゃ相談しよる風じゃない？可愛いんやけど。フーギー、いいね、いいね。このシーンを写真に収めたいよね。いいやん、なんか。写真家っぽくもある？え、かわいい。いいね、いいね。なんなんやろ。何がばらまかれとんやろ。何かしら撮ったけど納得のいかなかった写真とかそういう感じ。はい、そして右側の部屋へ。右側は、なんかめっちゃ植物に囲まれとる。ここはなんか、なんていうん。空気が良さそう。なんか緑に囲まれとったらそういう感じせん？こう、二酸化炭素を吸ってくれるわけやん。なんか空気が良さそうやし、潤ってそう。そして植物に囲まれて音楽を聴きながらゆったりまったり過ごすと。よいしょー。あ、どうも。今度はそっち塞いでるのね。あれ？あなたは最後の家の人？ヌヌさん、おやすみなさい。全員見事におやすみなさいだった。そして二人は寝癖なんだね。最後、テントだテント。キャンプしてるの？ヌヌさん。ほら、もうザキャンプ。寝袋の中で寝て、旅人なんかな？何の目的でこの村に来たんやろ。気になる。流浪の旅人的な感じかな。この町に、この町というか、この村に流れ着いてきた、旅人さん。村長さんだけ。あ、なんかめっちゃ可愛い服。ねえ、服可愛くない？超似合っとる。いいね、いいね。こう、動物たち、服着てくれるの嬉しいよね。なんか、あつ森は、マイデザインとかはどうなるんやろ。マイデザインあるんかな？こう、動物たち、なんか、ワンピースとか、そういうのが結構、ちゃんとなるようになるんやっけ？あと、羊が、服をちゃんと着てくれるっていう。感動の瞬間。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださって、ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。私は今年もちょっと、今年？去年か。去年も紅葉を見ることなく秋を終えたけど、まあ、こうやってね、飛び盛りの中で見れたけん、満足。